皆さんこんにちは。ボートレース玉川公式チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴いボートレース玉川は無観客開催となってしまいまして、えなこさんの、ね、トークショーイベントなどが、ね、中止となってしまったんですけれども、前回に続き今回も、ね、はい、第2弾ということでこちらの、公式チャンネルにご登場いただくこととなりました。えなこさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ第1弾では、ね、はい、まつちゃんのザもうベーシックなね、はい、はい、通常衣装で、はい、ご登場いただきましたけども、今回はこちらの冬衣装と、はい、はい、いうことで衣装を見せていただいてよろしいでしょうか。はい、今回はこちらまつりちゃんの冬バージョンの衣装ということで、私がデザインさせていただいた衣装になります。はい、猫耳も猫も尻尾もついてます。いやー、かわいいです。はい、たまらんですね。ありがとうございます。まあ、こちらも本当にえなこさんがね、あの実際にデザインをされて、はい、夏のお衣装もね、あ、一緒にね、あの衣装さんと、はい、一緒に考えて、ね、はい、デザインをしてくださって、この冬の衣装はもう猫の耳と猫の尻尾もね、そうですね、ちょっとあのほわほわっとしたこういうなんか可愛い素材を使いたかったので、はい、ちょっと猫っぽい要素も入れちゃおうかなと思ってデザインしました。すごくこう温かみのあるね雰囲気ですよね。うん、あのちょっとこうボートレースのねポイントなども入ってるんですよね。そうなんですよ、こうじっくり見るとこういうところに入っていたりとか、はい、はい、するんでね、まあ、ぜひあまり近くで見る機会はないかもしれませんけどね、はい、まあ、撮った写真こう広げていただいたりするとね、そうそう、お写真撮った時に見ていただければと思います。ね、前回あのこう第1弾のね、はい、バージョンでは今年もっていう話をちょこちょこねえなこさんにそうです、ね、していただきましたけれども、うん、ここで重大発表がございます。はい、はい、なんとですね、今年も2020年4月1日から2021年3月31日まで31日までなんとえなこさん、はい、ボートレース玉川のアンバサダーに引き続き、ね、継続していただくことが決定いたしました。やったー、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。ということで3年目のアンバサダーでございます。なんか私なんかでいいんですかっていう気持ちも、いやいやいや、えなこさんありながらも、いやいや、えなこさんありがとうございますですよ。でもせっかくあの就任3年目ですね、はい、入ったからにはもっともっとそのボートレース玉川そして松井ちゃんで、うん、はい、もっと盛り上げていけたらと思います。ね、であの今年はその3年目、うん、はい、なんかいろいろあるらしいんですよ。あ、なんだろう、なんかね、非売品ではありますが、はい、ボートレース玉川アンバサダーとしての写真集を制作しますって書いてあります。うんうん、すごい、予定じゃないですもんね。見てください、しますって書いてある。本当だ、写真集が、まあ、非売品ではあるんですけど、はい、皆さんの手に来るかも、来るかも知れない知れない、でも制作することは決定していると、どことですよね。何の衣装なんだろう。これまでね、そのプロマイドですとか、うん、ね、あのコラボレーションのグッズという形ではありましたけど、はい、そうなんですよ、作品としてはね、そうですよね、まだなかったのでどうなるか楽しみですね。ちなみになんかこうボートレース玉川のそのね、アンバサダー写真集としてちょっとご自身の中でやってみたいなっていうことはありますか。どうなんだろう、まあ、今ったばかりですからね。いつ撮影するか分かんないんですけど、こう夏衣装、冬衣装、通常衣装あるので、はい、ちょっと春っぽい衣装、うん、間に合えばなんか、そうか、あるといいなってちょっと思ったり。そうですね、はい、そうだ、もう一つ衣装があれば四季のね、はい、そうですね、えなこさんのまつりちゃんの衣装が出来上がる、はい、とか楽しいんじゃないかなって。あ、そうですね、いや、今ちょっとね降ったばっかりですけど、うん、春だとしたらどんな感じにしたいなみたいな、なんかちょっとこう袴みたいな感じで、あ、なんかね、でもそのボートレース感とか、うん、まつりちゃん感はちゃんと残したまま、うん、こうちょっと和っぽい感じで、うん、和は今までない、あ、まさにこのこんな感じですね、4月のねウェイキーカップのまつりちゃんな感じで、はい、ちょっと和テイストなまつりちゃんも可愛いんじゃないかなと思います。これまでのその制服の衣装も猫耳の猫の冬衣装も夏衣装も、はい、まあ、どちらかというと和のテイストではなかったですもんね。そうなんです、ちょっとこう洋っぽいところとか、はい、あのフリフリ可愛い女の子みたいな感じだったので、ちょっと一新してやっちゃったりとか、ちょっと大人な雰囲気もねあったり
するんでしょうかね。だといいなと思います、ね、いやなんかその写真集も楽しみですけど、ちなみにまだボートとか乗ったことはない。あ、まだない。まだというか乗れるんですかね、あれは。あのなんかね、たまにあのペアボート、うんうんうん、選手がね運転してこう2人乗り用のそういうイベント用のボートがあったりするので、すごい。でも、 もしかしたらそういう機会もあるのかな。でも私あのいつもコスプレしてるから、もしかしたら乗れちゃいけないのかもしれないので、もし乗る機会があったら、あのレインコート着せてもらってちょっとあの楽しみたいと思います、うん、そうか。でもヘルメットかぶったり、そうか、コスプレしてるから、あのカポックっていうのも着たりしないといけない。そっか、そっか、そうか。じゃあちょっと先ですかね、まだもうちょっと。そうですね、うん、こう乗ってる風みたいなね。そうそうそう、とか。モンキーターンとか。あ、知ってます。ね、はい。ちょっとえなこさんのモンキーターンなんてどうでしょうね。もう勝手できてるんですよ。だってボートレース玉川でね、うん、そんなこうポーズとかもあるのかしら。確かに乗るっていう考え今までなかったので。ね、まつりちゃん一応じゃないですけど、選手というキャラクターですもんね。うん、そうなんですよ。ちょっとウィッグをかぶったまま、うん、ヘルメットがかぶれるかどうかって問題が、そうですよね。そう、えなこさんの顔が見えなくなっちゃうなっていうのもありますよね。頭入るかなって十分入りますよ、うん、はあ、そうか、衣装を着たままっていうことですよね。そうそう、とかいろいろやっぱ考えちゃったりするんですけど、でも私自身はすごい興味があるので、多分そういうかのピューンって感じなんですよ ね、 ピューンって感じですよ、はい、いや一回乗ってみたいな、ね、なんかそう、うん、あれ乗れたりするんですか、えなこさんも。あ、やっぱ衣装とかね、そう、どう、まあ、そう、そこはもうご相談、そうです、まだまだね1年ありますからね、はい、いろいろねご相談いただいて、ちょっとえなこさんが乗ってるし、でも私は多分こうちょこんって座るだけですよね。多分ちょこんとしたってこうやってしたくらい、そうやってるんですか、はい、選手が後ろで操縦をして、で前のお席でこうやってこう乗っている、あ、じゃあお外の様子とか見れないんですね。いや、でもこう首こうやって上げていただければ多分見られると思います、はい、じゃあ多分相当こうシュッて早いんでしょうね。ねえ、わー、なんか絶叫マシーンに乗ってるみたい、はい、そうですよ ね、 わー、ドキドキする。スピード感は半端ないって言いますもんね、うん、ただ時速だいたい80キロっていう中で、ただかなりあの水面が近いですから、うんうんうん、迫力はね、見ている以上にあるかも、楽しみ、ね、うん、いや、どんな写真集が出来上がるのかね、また時期とかはね未定なんですけれども、いや、じゃあこれからもしかしたらその制作過程でも、はい、お子さんがもしかしたら一緒に考えたりとか、はい、何かこう提案したりとかできたらいいなと思ってます。いや、楽しみです。そして、玉川といえばね、あのコミケの方にも出展している、はい、毎回、ね、出展してるんですけど、残念ながらあの夏はですね、うんうん、ちょっと見送りということなんですけれども、うんうん、もし当選すればですね、冬コミには参加したいということなんですよ、はい、ね、もしあったらまたね、えなこさんにもね、あ、ぜひぜひお話しいただければね、だその冬の時にまたね写真集なんかできてたりするといいですね、うん、そうですね、勝手な私の理想ですよ、すいません、まだいっぱい時間もありますし ね、 いろんなことができそうで、うん、はい、いや、もう本当にとにかく楽しみな3年目のね、えなこさんのアンバサダー活動ということにも、ね、はい、なりそうですけれども、レースの方では、ね、あの今回は3月にウェイキーカップというのが行われましたけれども、うん、4月にまた新年度ということで、またあの G166 周年のウェイキーカップがありまして、はい、そしてもう一つ大きなレースとしてはですね、はい、8月に女性だけのレディースチャンピオンというね、うんうん、あの大きい大会も玉川で控えているんですよね、はい、だからもうそれに向けてもまたえなこさんも一緒に盛り上げていただけると、あ、もうぜひぜひ私も頑張りますので、ね、はい、はい、お願いしたいと思いますけど、まあ、またねちょっとイベントとかはどうなるね、まだはちょっとわからないですけれども、はい、まあ、アンバサダーとして今年もねいっぱいご活躍していただいて、そして予想もね、あ、そうですね一段の第一弾の方でも、はい、ね、皆さんの参考になるような予想できたらと思います、うん、ね、ちょっと3連単にもチャレンジしちゃいますか、はい、ちょっとチャレンジ頑張りますいや、まあ、3連服とかでもいいですけどね、あ、確かにそっちの方がちょっと難易度が、そうですよ ね、 ね、はいはい、順位を考えずに3連服、あ、ちょっとじゃあ3連服から頑張りたいと思います、ね、はい、ちょっとえなこさんの予想などにもねお楽しみいただきつつということですけれども、うん、さて、あのご自身の活動としては
どうですか今後改めて通販とかも、うん、冬コミのグッズなども通販ですね。そうですね、変わらずその自身のその自費出版の写真集は、うん、まあ制作しつつ、あとお仕事も頑張りつつ、はい、そしてボートレース玉川のアンバサダー3年目ということで、はい、もっともっとまつりちゃんと一緒に、はい、そしてコスプレというジャンルで、はい、どんどんこう盛り上げていけたらと思います。はい、今年もボートレース玉川のアンバサダーとしてね、はい、今年もお世話になりますので、新年度からもね、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。最後ね、直接お会いできなかったファンの皆さんね、うん、画面の方で見てらっしゃると思いますので、はい、今年のアンバサダーの意気込みを改めてと、ファンの皆様にとメッセージをお願いできますか。はい、いつも応援してくださってる皆さん、ありがとうございます。またアンバサダー就任いたしまして、3年目ですかね、またお世話になることになりました。今年もまつりちゃんのコスプレをしながら盛り上げていけたらと思いますので、ぜひボートレース玉川に遊びに来て会いに来てください。ありがとうございます。会いに行きます。はい、ということでね、今年もね、また1年、はい、新年度からもね、またね、うん、1年よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、この時間はね、えなこさんをお迎えして YouTube チャンネルをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。